谈判的呀。ねえ、頭も退屈しちゃった。何言ってんのさ、昨日来たばっかりじゃない。だってつまんないんだもん。あんたんとこのお父さんだって面白くなさそうな顔してるしさ。うん、田舎者だから照れてて愛想が言えないんだよ。帰ろうかしら。バカ野郎、なんで失恋して死にたいとかなんとか言ってるから連れてきてやるよ。だってもういっぱいあの人に会いたくなっちゃった。なんだ、あんな男のどこがいいんだよ。あたいみたいに男がうるさくって、たまにはこういう静かなとこ行きたくなるようじゃなきゃ芸術家じゃないよ。あたいこの頃分かんなくなっちゃった。何がさ、芸術ってものが。情けないね、あんたって人は。あたいたち芸術のためには死んだっていいと思ってんじゃないの。それあたしだってそう思ってるわ。でも行き詰まりっていうのかしら、この頃とっても苦しいの。元気を出しよ、芸術に悩みはつきもんなんだから。私はモダンな町娘、ちょいと散歩にニュルク、粋な殿ごと手を組んで、ララ歌う歌、マイラブソング、綺麗だってうちのやつが言ってたよ。さあ、でも村の人がジロジロ見るからとっても歩きにくいの。もっとも東京だってそうだから仕方がないけど、うるさいもんよ有名になると。結構じゃないか、みんなにモテて。いやよ、サインしてくれとかプロマイドくれとかめんどくさいわ。踊り子ってなかなか辛いこともあるんだろうな。あら、あたい踊り子じゃないわよ。デビューなんてそんなチャチなんじゃないわ。芸術的ってとても難しいの、悩むわ。お銀ちゃん昔と変わらないな。そりゃまあそうね。いつまでも昔と同じように綺麗な気持ちでいたいと思ってんの。あんた好きだったわ。でも学校の先生じゃおっかなくてラブレターも書けなかったけど。よかったじゃないか、僕なんかの女房にならなくて。お気の毒ね、あたい同情しちゃった。うちの奴はずいぶん苦労してるんだ。あんな馬なんか引っ張ってよくやると思ったわ。涙ぐましいわ。いいやつだよ、僕にはできすぎた女房だ。そうね、あんたは幸せだわ。いくらになったって貧乏したって人間重いようだよ。それに比べると私なんか不幸ね。いくら人気を獲得したって仕事を精神的に理論づけると結婚もできやしない。誰か決まってる人があるんだろ。そりゃいろんな人あるけど、でもダメね、芸術を理解的に不足だから。君は幸せだよ、ビオ。それもそうね、私、教授を悟ったんだわ。順調で行こうと思うの。 Going my way。 もう帰るよ、教師、教師、教師。うん、つまんないわ。じゃあまた。ねえ、本当に遊びに来てね。あんたより他に話し相手になれる人いないんだもん。光栄だな、教師。